本祭よりご挨拶の方を。はい、鎌本でございます、今もう彼が全て話した、まあ、この話を、まあ、彼と付き合い出してから1年かなり経つんですけど、こういうサイトで、チーム作っていくというような話、まあ、非常に面白い試みだなと思って、まあ気楽に僕ができることであれば何か伝わることがあったら伝わってあげるよというようなことで、暫定監督というようなことで、その有料化されるまでの間、まあ、監督を率いてて、毎試合毎試合来るということが、これは日曜日、あとより日曜日、私のようなことをやっている環境で、その辺はずっとチームを見ていくということはなかなかできないというか、まあ、そういう、非常にこの前吉にをバックアップしようという若い人たちがたくさん出てきているようですので、まあ、そういった人たちがこれから、チームを立ち上げていく中で、一つの形っていうのを作っていくんじゃないかというふうに思います。まあ、今非常にこういう悪い状況の中で新しい試みをするという非常に面白い発想になろうかというふうに思います。このことが本当に、うまくいけば非常に面白いチームが出来上がっていくんじゃないかというふうに思います。まあ早くて何年とかいうようなことは非常にある面では例えば県リーグだとか東海リーグぐらいの中でやるんであれば、この東海4県かな、東海4県移動するにも大したことはないんですけど、これがもう一つ上へ行くということになると全国リーグということになってくると、非常にそれだけでも北海道から沖縄まで行かないといけないということになると大変な費用がかかっているというようなことが、今まさしく日本のクラブが抱えている大きな問題じゃないかというふうに思います。そういう意味でどこまでそういうことがチャレンジしていけるのか、そういった面白い試みの中で一つの新しいチームを作っていくお手伝いができたというふうに思って、この立ち上がりのところを引き受けることになりました。もちろん、これから、いろんなトレーニングとかいろんなことをしてやっていくわけですけども、そういったことに関しては、これから投票というのかな、私はあんまりインターネットのことはよくわからないもんで、どういう仕組みでやるのか一生懸命説明を受けてもなかなか分からないんですけども、まあ、そういう投票の中で監督が決まり、そういう人たちがいいチームを作っていってくれるということになるんじゃないかと、そのいいチームを作ってくるサポートをしてあげたいと、このように思っています。まあ、そういう意味でよろしく、このチームの立ち上がり成り行きを見て応援していただけたらと思います。以上です。質疑応答もさせていただければと思います。